ハイドフライフはかつてコーレル社が開発、販売をしていた、マイクロソフトウィンドウズ用動画、音声ファイル変換ソフトである。現在は公式サイトでも、旧製品扱いになっている。DVD や動画、音声ファイルから別の形式のファイルに変換する。ソフトで、2層 DVD から1層 DVD に変換。ライティングを行ったり、H264 や DVX への変換。 iPod や PSP などのモバイルデバイスにも対応している。3ステップ操作を採用しているためか、詳細設定が省かれている部分がある。詳細設定を行いたい場合は、編集ソフトであるビデオストディオの購入を検討した方が良いかもしれない。もともと、開発である米インタービダオ社が DVD コピーとして開発、販売していたが、コーレルによる買収により名称。 販売元が変更。純粋なバージョン計算で DVD コピー録となる。名称に使われているハイデフとはハイデフィニションの略だと思われ、高精細な映像ライフをという意味で付けられたのではないかと推測されるが、メーカー側からのタイトルに対しての発表はない。その名の通り、MPEG-2HD、WMVHD、DIVEXHD、 MPEG-4HD、アベッジドカメラ映像のインポート、DVD 作成などに出力することが可能である。プラスと通常のモデルが存在し、プラスには仮想ドライブ機能、ポータブルデバイス用データの出力機能などが盛り込まれている。ありがとうございます。